はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ハンマー投げをしている浅田鈴香と申します。インスタグラム鈴香浅田で検索してください。で、今日は、股関節のストレッチを紹介しようと思います。で、股関節のストレッチをすると何がいいかっていうと、膝とか腰とかに痛みを持ってる人が和らいだり、私がそれをするきっかけになったのは、このハムストリングスの、肉離れをしてからすごい股関節の動きが悪くなったんですけど、まずは、ストレッチして股関節の可動域から広げていきましょうっていうことで取り入れてるストレッチです。では早速いきます。まず、四つん這いになってください。で、まず左足から、ストレッチしていきます。左足を伸ばします。で、右足は右手の横についてください。これ見えてるんですかね。で、膝をまっすぐ伸ばして股関節も曲がらないようにしっかり伸ばしてください。で、この状態でもうきついっていう人はこのまま、息を吐きながらストレッチしてもらってもいいんですけど、まだいけるよっていう人はまずお腹にこうお腹を丸めて空気を入れてください。息を吸う。で、吐き出してしっかり股関節まずここを伸ばしていってください。これを10回から20回します。これを繰り返すことで股関節がどんどん柔らかくなって、ここの可動域が広がって腰や膝が楽になっていきます。で、この上下の動きができたら20回できたら、最後この丸めてから落とした状態で左右にちょっと振ってあげてください。こうすることでさらに可動域が広がっていきます。この左右の動きも20回ぐらいやってみてください。終わったら逆足いきます。逆足もしっかり後ろ足を伸ばして、前足は手の横についてください。はい、以上です。終わりですか。今回は僕たちの動画を見ていただきありがとうございます。皆さんのチャンネル登録、高評価、この2つが僕たちの猛烈なモチベーションになりますので、どうかよろしくお願いします。お願いします。頑張っていこう。おい、お願いします。お願いします。